乗車ありがとうございます。土井列車の福岡空港行きです。終点の福岡空港まで各駅に乗ります。次は唐津です。次の唐津より乗り換えのご案内をいたします。山本拓右方面、普通列車の坂行きは15時46分、3番乗り場。さらに大川の方面、普通列車の今里行きは16時13分。1番乗り場からの発車です。お乗り調子のないようにご注意ください。唐津駅に着きました。でここでちょっと時間が30分ぐらいあるのでちょっと駅ブラをしてみたいと思います。白いステップでした。でこちらの発車シーンを撮影したいと思います。発車ですね。本当はね、福岡空港行って、電車の、飛行機の撮影としてもいいんですけどね、なんか18切符なんとなく使っちゃったんで、どっか普通電車乗りまくった方がいいですよね。9月10日までの、有効期限、今日が9月6日なので、もうちょっと使える機会がもうあんまりないのでですね、そこから使います。目の前から使えばよかったな、お金もったいないことしちゃったね。はい、303系普通列車発車です。福岡空港行き。はい、発車していきました。 JR 九州のカラーという列車ですね。はい、ホーム上すごく一人しかいません。なんか鉄道一人旅です。ひろゆき Z でした。こんにちは、ひろゆき Z です。2019年9月6日、時刻は、15時30分前です。ですね、青春18切符中途半端なすごい使い方したんですけど、西唐津駅から買いまして、今佐賀周りで福岡に帰りたいと思います。なんか今日鹿児島温泉でなんか車が落ちて特急電車が止まってたり、あら3番ホーム違うな。オリオ博多間でな車が落ちてて、なんか運休、京急の事故とかあったりとかですね。昨日はですね、今日もなんか、特急緑もなんか運休してますもんね。なんか交通系になんか災難がなんかすごい降り注いでるような感じです。はい、佐賀行きに乗りたいと思います。久々のディーゼルです。はい、305系、はい、6両編成で参りました。先ほどですね、この列車に乗り通してきましたね。も
もこの唐津で降りたらほとんどじゃないですか。もうあの西唐津まで乗られる方はあんまりおられませんのでね、こちら発車シーン撮りたいと思います。今なんかスーツ君は九州に来てるみたいですね。まだいるのかな。どっかで会ったらすごい偶然なんですけどね。あちらの列車が15時46分の佐賀行きなので、まだ時間が15、6分ありますので、こちらの発車シーンを撮りたいと思います。じゃあ次はですね、駅メモ唐津線を制覇しようの旅です。糸島高校で馬かちゃんチェックインができなかったのはちょっと悲しい。ひろゆき Z です。撮影してたよね、その時。新しい駅だからって言ってね。だいたいもう2つのことがいっぺんできませんね、やっぱね、人間は、はい、唐津も観光すると非常にいいとこなんでしょうけど、観光より鉄道が好き、ひろゆき Z です。乗り物が好きなんですね、ひろゆき Z さんは。はい、じゃあ次はあちらに乗ります。はい、ひろゆき Z でした。こんにちは、ひろゆき Z です。唐津駅にいます。唐津駅ですね、これから佐賀方面に行きたいんですけど、今から来る列車は福岡空港行きです。こちらはね、福岡空港行きに乗る場合はあの IC カードを使えるんですけど、佐賀行きに乗るときはもう IC カード使えないんですよ。さっき乗ってきた車両かな、これ。はい。こちらが15時40分発車。さっき W6 だったかな、僕乗ったの。よく見なかったけど、今から乗る列車は、そちらにあります、佐賀行き。こちら IC 乗車不可です。さっきね、 IC カードで天神駅からあの西唐津まで乗ったんですよ。ですけどね、西唐津から僕あの青春18切符使いました、14時40分に。なので、これからは18切符の旅です。なんでここの唐津駅とか一度途中下車したりね、できました。これからちょっと自由に行動できるんですけども、時間もねそんなに、今日ももう半分以上終わってるんで、なかなかどこも高校も行けるわけじゃないんですけど、はい、行きたいと思います。はい、福岡空港行きのワンマンじゃないですね、普通列車です。はい、305。はい、来ましたね。では私は佐賀行きのこのディーゼルの2両編成に乗りたいと思います。こうあのね、電光掲示板が LED の、3色カラーか4色カラーか、カラフルです。あ、快速福岡空港行きというのもあるんだ。はい、キハ47佐賀行き、こちらに乗りたいと思います。先頭車両がいいな。久々のディーゼルですね。はい、佐賀まで1110円の区間かな、乗ります。トイレが1車両に1つずつついてます。トイレの前人気ないね。はい、こちら、じゃ座りましょう。ボックスに座ります。はい、初唐津線、駅メモのチェックインをしていきたいと思います。ちょっと人がいない間はこう窓とか開けれますんで。昭和54年の製造なんだって。
新潟鉄工って書いてますね。 JK20 唐津駅です。 GPS チェックインも忘れないようにしよう。唐津駅ではしましたからね、一安心。はい、ディーゼル列車の旅です。本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は山本発小木方面長崎湾岸列車です。ご利用客様は日曜日の一番最後からお知らせ、お客様にお願いいたします。充電器もね、ホテルで充電しましたね。その風を感じながら線です。6杯筑肥線ひろゆきデッドでした。ありがとうございました。あっちの景色いいよね。鬼塚駅に到着です。本当川の横ですね。すごい、もう本当川の真横です。川の横なんで涼しいかな。次は山本、ここからはですね、ちょっと撮影を一時中断して、音楽を聴きながら景色でも楽しもうと思います。駅名もチェックインも忘れてしまう。おお、いい景色だ。はい、安全運行ができますように祈りながら旅をします。ひろゆき Z でした。ジャングルみたいになってるね。ひろゆきデッドです。キハ47で、唐津駅から佐賀駅まで、終点唐津佐賀駅まで降り通しました。はい、青春18切符で、まあ、2両編成の鳥栖行きとかありますね。駒は鳥栖行くの面白くないな。長崎行きのカモメが来ています。はい、時刻はちょうど今5時ですね。はい、3時46分発車で、17時に到着しましたんで、約1時間20分いかないぐらい乗りましたね。まあ、各駅になりましたね、この列車が。はい、長崎行きの特急かもめです。はい、長崎行きの787系の特急電車です。一回ちょっと佐賀駅の中降りてみようかな。肥前山口駅とかもあるんだな。はい、今日折尾駅からですね、小倉までがなんか車がなんか放送してますね。僕小倉に帰れないんじゃないですか。はい、ミッキーの90周年をやってます。はい、佐賀駅の外に
初めて出てみます。こんな感じなんだ。初めてですね、佐賀。こっちは南口。今日御陵駅博多間運転、 JR 九州運転見合わせということは、新幹線にもしかしたらグレードアップできるのかな。僕2枚切符持ってるんですけどね。こう、はい、佐賀駅前に来ました。こう来たんですよね。まあ、やっぱ戻ろうかな。ちょっと今日小倉に入る、小倉に帰らないといけないので、戻ろう。はい、ひろゆき Z でした。こんにちは、ひろゆき Z です。17時6分のですね、列車に乗り遅れましてですね、カモメに乗りたいんですけど18切符乗れないんです。18切符に乗れないので困ったな。まあ、これを見送って、48分の列車があるんでそちらに乗りたいと思います。佐賀がこんなに本数少ないとは知らなかったな。 787系BM14 編成。この後特急かもめもありますからね。どうしよう、ちょっとそうしないとちょっと今日中に帰れないな。参ったな。どうしましょうかね。ここからもう18切符諦めて、トスまでは特急乗りましょうか。一回また改札出てちょっと切符買いましょう。トスまで一区間だけ特急乗ろう。次の特急にカモメ30号乗ろう。ひろゆき Z でした。あ、こうチェックインするの忘れてた。チェックインしよう。